そっか、金太郎くんって言うんだ。まあ早く出てきてくれ、いつき。出ないと。めっちゃタイプかも。お酒飲みて。え？未成年だけど、お酒飲みて法律を犯して。どうだ、幻滅しただろう。ワイルドで素敵。逆効果。いつ、お前の姉妹宿に向かったのかもな。あの北斗七星の星間を5倍にした先が北極星、つまり北だ。これで方角を割り出せる。へー、物知り。頭のいい人って憧れちゃうな。嘘つく。それも自分の成績をこれ見よがしにひけらかすやつとは違うわ。そんなひどい野郎がいるのか。知ってるでしょ、君の親戚の。あれ、君、顔を見せて。まさかほら、おでこ傷ついてる。え、ああ、かすり傷だろ、ほっとけば。そんなわけにいかないわ。うちにもすぐ怪我して帰ってくる子がいてさ。うん、これでよし。調子狂うな。え、ねえ、何か声みたいなの聞こえない？そういえば妹がこの森出るって。そういうのやめろよ。あ、そうだ俺にはこのお守りがある。どんな魔も跳ねのけるお守りだ。ちょっと置いてかないでよ。一人は怖いわ。俺は怖がってないけど。あれ、ミシ。なんだ、男らしくないのは。ちょっと幻滅。こっちにも道が。え、ほら、森もすぐ抜ける。おい、バカ。そっちは確か。何？やべ。助かった。こちらこそありがとう。しかし見つからないな。やっぱりもう帰ったんじゃないのか。どうした？ごめん、ちょっと動けないかも。怖いから手握って。は？ほらこんなところじゃまた怖い目に遭うかも。ああって初対面の男の子に何言ってんだろう。今のなし。分かった。え、それは徳の高いお守りだ。持ってるだけで厄除け間違いなし。願いだって叶うともっぱらの噂だ。特別だぞ。金太郎くん、君は明日もここにいるのかな。え、うん。私たちの学校、明日キャンプファイヤーがあるんだ。その時やるフォークダンスに伝説があって、フィナーレの瞬間に手をつないでいたペアは結ばれるらしいの。手をつないでいるだけで叶うって話もあったりで、人目を気にする生徒たちは脇でこっそりやってるみたい。それでいいのか。ほんと大げさで子供じみてるわ。金太郎くん、私と踊ってくれませんか？あ、えっと待ってるから。